の動画を見てくださってありがとうございます。チャンネル登録1000人今本気で目指してるので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それではご覧ください。この試合はロイヤル SC カップのクォーターファイナルです。対戦相手の彼は、18歳以下で関東第一シードで、まだジュニアなんですけど、本当にフットワークとても素晴らしいですし、ボールの配球も結構いやらしくて、結構タフな試合だったんですけど、正直やっぱジュニアには負けられないなっていう思いがあって、それだけで最後までしっかりやりきって、勝つことができました。で、今はこうやって明るいですけど、終わった頃は結構暗くて、確か3時20分ぐらいから試合始まったんですけど、試合終わったのは多分6時半過ぎてたんで、3時間以上この雨オムニの中しこり合いをしていました。で、本当に結構タフだったんで、だいぶこういうタフな試合を勝てたことは次につながるっていうか、自信になるっていうか、引き出しも増えると思うんで、これは良かったかなって思います。で、やっぱりこういうアメオムニの時こそ、やっぱり前後の動きとか、あとはボレーでポイントを取って、なるべくこう時短で試合を進めていかないと、やっぱトーナメント省エネで勝ち上がる必要があるんで、そこがやっぱり今後もやっぱり課題かなと思ってはいます。はい、そのところです。
Yeah.
げえや。
危ねえ。
Thank you.
Yeah.
Thank you.